ペトリャコフポリエチレン -8 ペトリャコフポリエチレン -8 ペトリャコフポリエチレン -8 は第二次世界大戦中に戦闘に参加したソ連の唯一の戦略爆撃機であるソ連空軍は4発爆撃機として TB-3 を配備していたが波板外反という旧式設計であり性能の陳腐化は著しかった1934年には スポレフ設計局に対し TB-3 の後継となり高度8000メートルで最高速度に達することができる高速の新型長距離爆撃機 TB-7 の設計が指示された。スポレフ設計局ではウラジミール・ペトリャコフを主任設計技師に設計を始め1936年12月に試作機を完成させた。 同年12月27日の初飛行も成功裏に終わり、主任設計技師の名を冠してポリエチレンマイナス8と解消されたが、当時ソ連で最大馬力を発揮する航空エンジンであったミクーリン AM105 をもってしても試作機の飛行性能は低く空軍の期待を裏切るものであった。そこで主機をミクーリン AM-34 に換装し、エンジンへの下級機として、 M-100 を一機動体に搭載するといった改良が試みられた。1939年になると強力な AM-35A が実用段階に入り、このエンジンに再乾燥した状態で飛行試験が再開された。機体はなおも馬力不足であったが、性能向上が見られ、要求性能は満たしたため、同年生産が始まった。機体は中翼単用の 全金属製で波板張り直線構造の TB-3 と比べてはるかに近代的であった。エンジンは液冷だったが、その冷却装置を左右内側のエンジンナセルに集約し、さらにエンジンナセルに主脚を格納できるようにした上に、その後方に UB12.7mm 機関銃1丁を装備した防御銃座を設けたため、内側のエンジンナセルが 外側のそれよりも大きく膨らんでいるという異様な形態をしていた。防御兵装はかなり強力で、この他にも胴体背部とビブジューザに主爆 20mm 機関砲各1、核一丁胴体両側面に UB12.7mm 機関銃を核一丁機種に UB12.7mm 機関銃を二丁装備した。なお、 ソ連空軍機でビブ重視を配置した機体はポリエチレンマイナス8が最初である。爆弾搭載量は4.5トンだが、これは当時の他の4発重爆撃機に比べて少ないものであり、手機の馬力不足が如実に影響していた。ポリエチレンマイナス8は1940年に配備が始まり、1941年8月9日のベルリン空襲でウイジンを飾った。 高度8000メートルでは、この爆撃機は、ドイツのメッサーシミット BF-109 バイトやハインケル、HE-112 戦闘機よりも高速であった。しかし、独特のエンジン冷却機構や下級機を、別途設けたことにより、手機の信頼性は低く、戦線でも様々なエンジンに換装されたが、エンジントラブルは一向に収まらなかった。中には M-30B ディーゼルエンジンを、 装着するという奇抜な試みもあったが、後続距離が増加する一方で、技術的な問題が発生し、ついに M-30B エンジンは取り外された。さらに、もともとエンジンの馬力不足が課題であったが、1943年になって、強力な種別オフアッシュ -82 製型エンジンが装着され、その後さらに強力な、 M-82FN エンジンに換装された。しかし、巨大であることを除けば特に優れた航空機ということもなく、広く使われるということもなかった。1942年以降、ポリエチレン -8 の出撃記録は急激に減少しており、もっぱら輸送機としての利用が多くなった。1942年6月に行われた、ビャチェスラフ・モロトフ外務大臣の ワシントン DC 訪問には唯一の4発揮であったポリエチレン -8 が用いられた。モロトフ外相を乗せたポリエチレン -8 はモスクワからスコットランド、アイスランド、カナダを経て約 17,700km を飛行し無事ワシントンに到着している。1942年には航空事故によりペトラコフが死亡したがその後もアイカイニュズバルが考案した。 いくつかの空力的な改良が加えられていた。しかし、ニュズバルによる改良は、ペトリャコフ以上には成功しなかった。相次ぐ回収にもかかわらず、ポリエチレンマイナス8の性能は低いままで、総発のいるマイナス4の方が優れた性能を示したこともあって、結局ポリエチレンマイナス8の生産は1944年に中止され、総生産機数は100機にも満たなかった。 しかし輸送機としての息は長く、戦後しばらく経っても名を用いられていた。ポリエチレン -8 を描いた1ルーブル、切手ポリエチレン -8 ポリエチレン -8、出典、ABCDEFGHIO ち検事、忘れられた、軍用機知られざる、第二次大戦傑作機、三人社2004年 ISBN4 から769824246。ありがとうございます。